おはようございます。町長の太田です。今月は今年の森の茶について、高林市長について、およびイベント情報についてお知らせします。はじめに森の茶についてです。4月18日に遠州森の茶初取引が行われ、今年の新茶シーズンがスタートしました。3月に暖かい日が続いたことから、例年よりも7日ほど早く最盛期を迎えました。全国の森の茶ファンの皆さんに満足していただける美味しい新茶が今年も生産されています。今月6日の北海道森町桜祭りをはじめ、今年も各地に出向き、昨年以上に遠州森の茶の宣伝・販売に努めてまいります。遠州森町の皆さんは普段から美味しい森の茶を飲んでいらっしゃると思いますが、この時期新茶を急須で入れ、ご家族で楽しまれてはいかがでしょうか。またお知り合いなどへの季節のご挨拶としてもぜひお使いください。次に森町青少年スポーツ文化振興基金高林市長についてお知らせします。高林市長は町内在住の高林茂様が心温まる善意あふれる町をテーマに私財を投じられて作られた賞です。今年は応募総数56件のうち47件の小学生から高校生までの個人およびスポーツ少年団などの団体が受賞されました。その内訳は森っ子元気な応援女性個人の部で5名、同じく団体の部で5団体、またスポーツ活動女性個人の部で23名、同じく団体の部で1団体、そして文化活動女性個人の部で12名、同じく団体の部では1団体となっています。授与式は19日土曜日午後6時から森町総合体育館森アリーナで行われます。受賞される皆さん、おめでとうございます。今後も多くの皆さんのご活躍を期待しています。最後にイベント情報です。行楽シーズンを迎え、町内でも各種イベントが開催されます。森町体験の里アクティ森では6日日曜日までの連休期間中、ご家族やお友達とのお茶摘み体験、親子でカヌー体験や柏餅作りなど、いろいろなイベントを用意して皆さんをお待ちしています。また子どもの日を中心に太田川河川敷などの各所で凧揚げ祭りが行われます。森町独特の深凧が勇壮に大空に舞い上がる様子をぜひご覧ください。19、20の土日には森町ツーリズム研究会主催の第11回カワセミ街道オープンハウスププフの日が三倉天形地区で行われます。町北部の自然豊かな景観の中、家や工房を開放して創作品や農産品の展示や販売が行われます。多くの人たちが参加し、地域に生活する人たちと都市に住む人たちとの交流の場となっています。いろいろなイベントに出かけ、爽やかな季節をお楽しみください。